じゃあそういう下世量が大量に湧き出てくるのはなぜか。それはな、日本中の大半の連中はチャレンジもせずに東大のことを超えられない壁だと決めつけてるからだ。勝手に祭り上げ、勝手に諦め、そして勝手にコンプレックスを抱く。成功している人間はそれはもともと才能があったからで、自分はもともと平凡な人間だから努力したって無理だ。そういう思い込みが人の人生をどれだけ窮屈に縛りつけていることか。世の中に越えられない壁なんてねえんだ。だからお前ら、どんなことにもできないという先入観を持つな。